昨日ですね、秋葉原に行きまして、ワンピカードいろいろ探したんですけども、なかったですね。この新時代の主役がほんと欲しかったんですけども、これはね、前に買ったやつで、またもう一箱欲しいなと思って探したんですけど、これもな,くなかったですね。で、あと、 ロマンスドーンも都内をですね昨日今日いろいろ回ったんですけども全然なくて昨日秋葉原でで行ったたお店1所でしたねで。そこのお店もなんかねちょっと微妙に怪しくてもうめっちゃあの雑居ビルの中に何て言うんだろうあのお店っていうよりなんかマンションの一室みたいなところで。 で、なんか中国語みたいな外国語が飛び交っていて、で、商品がざ雑多に置かれてるっていう感じだったんですよね。そそこのお店で、なんかロマンスドーンが箱であったんで、普通に、しかも低価で売ってたんで、これ買いました。なんかめちゃくちゃね、こう、怪しんでるんですけども、一応開封していきましょうか。これ検証してみましょうか。 そんな怪しいお店で買って中身すり替えられてないのか、ちゃんといいカード出てくるのか、もしね、めちゃくちゃいいカード出てきたら、あの、なんかね、僕の価値観というかちょっと変わりますね。怪しいと思ってた店で買ったのになんかすげえいい,いいカード出てくるみたいですね。はい、じゃあちょっと開けていきまーす。はい。 ちゃんとあれですね、プロモカード入ってますね。うんうん。ここまでは、ここまではいいか、いい感じですよ。はい、じゃあ、開封していきますね。楽しみですね。いろんな意味で楽しみですよ。はい、まず最初の1パック目。い,っていきます。パラレルカードがね、まず入ってるのかどうなのかっていうね。 はい、これはと、はい、ねで、まあ、入ってたとしてもね、いいカードなのかどうなのかとかね、いろいろ気になりますね。はい、はい、はい、はい。はい。今のところは、何もないっすよ。<laughs> 今のところは、何もないですね。 はい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 いやなんか今日あたり新時代の主役入荷してないかなーと思ったんですけど全然ねその気配全くなかったっすねうーんいつ入荷するんですかね新時代の主役台風だからちょっとなんか入荷が遅れてるとかあるんですかね はい。さあ。来い、来い、来い、来い。来ない。来ますよ。お。ドーンカード来ましたね。はい。来い、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 来い。はーい。海賊王に、俺はなれはい。ははい、よいしょ。 コミックコミックドーンカードよいしょはい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 、はい、なかなか来ないまあ来なくて当たり前なんですよねロマンスドーンロマンスドーンははいああリーダーカードか いやー、シャンクスのね、スーパーパラレルとかね。まあ、なかなか来ないとは思うんですけどね。あー、なんか SR っぽいのある。来たぞ。お、ヒュースタースキットあ。もしかしたら持ってないかもしんない、これ。この SR。キットの SR 持ってないかも。はい、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 はい。はい どどんどん引いていきまーすはい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 ウルティき来たやっぱ1箱しかないんでね何箱か買ってたらちょっとあのあんまりでいいの出なくても次がある次があるって思いますけど1箱しかないんで1枚しか入ってないんですよいいカードが。 パラレルが1枚しか入ってないんですよ、まあ、もしかしたらリーダーパラレルが入ってたら2枚入ってる可能性あるんですけどねただリーダーパラレルも何箱に 1, 1枚ぐらいしか入ってないんでねなかなかね来ないんですよね歌2枚見きました、ね、今日はねこれねゲットできたんでね 一回これでちょっと勝負してみたいですね。別の構築積みデッキとこの、このデッキで。どんな感じになるのか。まあ、勝負って言ってもあの、僕一人で勝負するんで、勝負も、クソもないんですけど。はい。あれ ?SR が今んとこ1枚しか来てないぞ。こんなに引いてるのに。あ やばい。あー、これ何か来ましたね。はい、パラレル来たっぽいです。一応パラレル入ってましたね。ただ、何なのか。レアリティはレアリティは何レアリティは SR ですね。SR の四個百獣海賊団。はい、ちょっと見てみましょう。はい、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 はい。 おぉ、カイドウ来た。持ってなかった気がするカイドウのパラレル。絵柄いいですね。多分ね、これそんな、そこまで、価値的にはそこまでないと思うんですけど、ちょっと調べてみますか。SR のカイドウ、パラレル。えーっと、ロマンス、ロマンスドーン。 あんまりね、はい、そんな高くなかったような気がするはい見てみましょう見てみましょう見てみましょう ハンコック、ハンコックいいですね。はい、カイドウ。ーやっぱ1200円ぐらいか。絵柄は結構いいですけどね。うん。カイドウのフィギュアはね、めっちゃ高騰してるやつはあるんですけど。 はい、パラレル。一応入ってました、カイド。いや、入ってましたけど、そこまでいいやつではなかったですね。うん。そこまでいいやつではなかった。一応入ってたけど。はい、はい、はい、はい。はい。つうか、SR が、全然入ってないんですが。 ドン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 ってくるんですか SR がドンみたいな感じでこんな後ろに固まってることってありますはいあ SR っぽいの来たはいはいはいジンズワークマンのミスマイルはいおーあいいじゃんいいじゃんロランゾロはい まだまだ SR 出るはずですよ。あと、あとな、1枚く2枚絶対出るはずですね。はい。あと、リーダーパラレルの可能性もまだ捨ててないですよ。リーダーパラレル来る可能性もワンチャンありますからね。はい、はい。はい。 リーダーパラレルが来るときは、もう開けた瞬間わかりますかな開けた瞬間もう赤いんですよ、ここが。リーダーパラレルの場合は。はい、はい、はい。あ、SR 来た。はい、クロコダイル。よいしょ。終わりですかこれで。終わりラスト2パック。 はい、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 はい。はいって感じですね。はい。ラスト1パック。開けていきます。さあ、ちょっとここでまずね、あれですよ。リーダーパラレルが来るかどうかわかりますよ。はい、違う。はい、違う。はい、違う。あ、SR は来たね。 SR 来ました。はい。キング SR。はい。やっぱ SR4 枚入ってた。こんな感じで、ちょっと微妙でしたね。やっぱり。まあでも一応、微妙でしたが、まあまあまあ、まあまあ、まあ、まあ一応、パラレルも1枚入ってましたし、よしとしましょう。はい。はいって感じです。明日はね、 新時代の主役、主役、ちょっと噛みましたが、いよいよですね、開封していきたいと思います。何が出るか楽しみですね。開封します。